今人気のゴルフナビ、ユピテルのアトラス AGN ボイスワン。グリーンまでの残り距離やハザードまでの距離を音声で教えてくれる優れものです。今回は青山プロと陣之助がアトラス AGN ボイスワンを使って実際にプレイしてみました。さあ石破さん、これはどうやって使うものなんですか？はい、これはですね、はい、まずあのゴルフ場に入りますと、まずゴルフ場がどこかっていうものを自分で認識します、はい、あ、これが、はい、それでまず、まあ、ボタン1回押していただいて、はい、でまあ、コースに入りましたと、はい、で打つ前にですね、ティーグラウンドでもう1回押します、はい、そうすると、グリーンまでの、残り宿があのボイスで案内してくれると。本当ですか？これ押すだけでいいんですか？そうですよ、ワンボタン。ちょっと押してみてください。残りの距離は368ヤードです。おお、368ヤード、しっかり認識してますね、はい、でこれじゃあまた行けば行っただけまた変わってくる。そうですね、であの、はい、ハザードなんかの距離も案内できますんで。はいはいはい、はい、あそこバンカーありますもんね、はい、バンカーまでも出る。ちょっとやってみましょうか、はい、すごい、すごい、すごい。いや、石橋さんがすごいみたいですよ。あ、それちゃんと出るんですよ、これが。何もしてないから、ボタン押すだけだから。じゃあこれちょっと利用しながらやってみますか。はい、はいはいはい、ガードバンカーの距離まで分かる、ね、そうなんですね。おー、はい、すげえ。これで何ヤード飛んだかも大体わかるよね。結局差し引きすれば向こう行って、あの現場に行って2打目のところでボタン押せば。よし、楽しみ。すごいな。さあ2打目地点にやってまいりましたけども、でこんな時も、あれ浮いてきちゃったんですか、さっきのやつ。ここにあります。あ、さすが。あのね、こうやって後ろにクリップがついてますんで、はいはい、あのまあ帽子のつばにつけたりですとか、ベルトに引っ掛けたりとか楽だと思います、はい、でしっかりとあとは測れてるかどうかっていうところが問題ですよね、はい、はい、144ヤード。おお、またこれ声いいっすよね。そうですね、ナチュラルボイスって、うん、はい、あの非常に聞きやすい、はいはい、あのボイス入れてます。機械的な声、はい、ね、本当ですね、はい、ね、あー、思いっきりだ、振ったよ。さあ、青山さんの2打目地点です、はい、僕より若干飛んでますね、はい、どのぐらい飛んでるかちょっと言ってみましょう、はい、残りの距離まず、はい、残りの距離は96ヤードです。はい、軽く打ってあれですからね。あ、でも距離は96ですね、ぴったり。ナイスオン。はい、ナイスオンです。感覚だよね、これは。はい、はい、もういいわ、飛距離との研究、ね、僕らね、はい、よく試合で練習ラウンドの時キャディさん連れて行ったりして、みんなレーダーでこうやって測ってないんですよね。だからこの今打ってる地点からグリーンエッジまで、はい、トーナメントは全部エッジ表示ですからね。あとピンポジションが23ヤード入ってるとか、はいはいはい、そういう時にこれあったらすっごい便利ね。え、うん、あとは打てるようになればいいってことですね。さあ、3打目ダフったんでここまで来ちゃいましたけど、はい、残りの距離いくつぐらいでしょう、はいはい、やってみましょう、はい、残りの距離は58ヤードです。飛距離は86ヤードです。はい、あー、トップした。いや、大丈夫大丈夫大丈夫、入ってるヘッドが。オッケー、ナイスオン。うわー、おー、いいね、すごいね。でもこれいい機能だということはすごく分かりました、はい、はい、本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。実はですね、はい、もう少しちょっとご説明したい機能があるんですけど。何ですか？いや、もうまた。とりあえずあの次の方に行きましょう。はい、何ですかね。次の方に、はい、いや、でも便利だよ、ね、もう一つ機能、あれ今なんか鳴りましたよね。なんだ、何て言ったんですか？これはですね、はい、もう次 の, あのホールに、はい、とですね、うん、次のホールの名前と、うん、それがパー数、うん、それから、グリーンまでの、まあ、グリーンの位置ですね、うん、左っていうのをお知らせする。行かなくても教えてくれるの？そうなんです。ここ勝手に行くときに なるってことですか？ボタン押さなくてもいいの？ホールを移動すれば自動的にお知らせしてくれると。これますますなんかやりがい出ますね。なんか余計なお世話だな。じゃあちょっと行きましょうかね、はいはい、アトラス AGN ボイスワンは防雨型設計なので雨天時も安心。 J
地図 IPX3 を準拠しています。国内ゴルフ場の 99% 以上のコースが登録済み。もちろんコースデータの更新もホームページより無料で行えます。また本体に記録されたデータをパソコンでスコア管理ができる専用ソフトスコプラに対応しています。